1965から2011年までニューヨークシティオペラの本拠地だった。ニューヨーク州立劇場ニューヨークシティオペラは、米国ニューヨーク市のマンハッタンに本拠を置くオペラカンパニーである。略称は当時語でない子。同社は1943年から2013年に経営破綻するまで活動し、一旦その歴史に幕を下ろすも、2016年以降は、 再建計画に基づいて活動を再開している。ニューヨーク市長、フィオレロ・ラ・ガーディアに市民のオペラとも称された。このオペラ会社は1943年に設立された。米国内ではメトロポリタンオペラに次ぐ2番目のオペラ劇団であった。同社の掲げた目的は幅広い監修に手頃な価格でオペラに接してもらうことだった。また、 革新的なレパートリー選択を制作することを目指し、アメリカの歌手や作曲家のために住処を提供している。この会社はもともと、マンハッタンの西55丁目にあるニューヨークシティセンターの劇場を拠点としていた。その後、1966年から2010年にかけて、ニューヨーク州立劇場のリンカーンセンターの一部になった。この時期に、 レパートリーでは秋と春シーズンのオペラを制作し、30以上の学校で4000人の学生にアーツイン、エデュケーションプログラムを提供するなど、幅広い教育とアウトリーチ活動を維持した。2011年、同社は財政難のタメリンカーンセンターを去り、事務所をローアーマンハッタンのブロードストリート75番地に移した。2011から12年と2012から13年の シーズンに、ナイコは、ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージックを含む、ニューヨーク市内の様々な会場で4つのオペラを上演した。2013年10月1日、緊急の資金調達キャンペーンが不調に終わったことで、同社は連邦破産法11章を申請した。2016年1月、経営破綻を残して、公演を再開する同社の再建計画が、 破産裁判所で承認されたとき、非営利団体のナイコルネッサンスが新たな管理下でこのオペラ会社を復活させた。ヘッジファンドマネージャーでナイコの元役員であるロイ・ニエダーホーファーが率いる、この団体は2016から17年でのシーズンオペラを上演する計画を発表した。最初のオペラはプッチーニのトスカで2016年1月にジャズアット、 リンカーンセンターのローズシアターで上演された。ナイコはその70年以上の歴史の中で、ビバリー・シルズ、シェリル・ミルンズ、プラシド・ドミンゴ、マラディン・ニスカ、キャロル・バネス、ホセ・カレーラス、シャーリー・ベレット、タティアナ・トロイアノス、ジェリー・ハドリー、キャサリン・マルフィターの、サミュエル・レイミー、ジアーナ・ロランデを含む多くの偉大なオペラ歌手のキャリアの短所を手助けした。 シルズは後に1979年から1989年まで同社の重役を務めた。ニューヨークシティオペラ出身と呼ばれている最近人気の米国歌手には、デイビッド・ダニエルズ、マーク・デラバン、メアリー・ダンディー・ビー、ローレン・フラニガン、エリザベス・フトラル、ベジャン・メフタ、ロバート・ブラバカー、カール・タナーなどがいる。ナイコは、また、アメリカ人作曲家の作品を支持しており、 伝統的にレパートリーの約3分の1はアメリカのオペラとなっている。同社のアメリカ作品レパートリーには定評のある作品から新しい作品まで揃っている。アメリカオペラの将来に対する内閣の責務は制作途中のオペラが披露される例年のボックス。 コンテンポラリーオペララボシリーズで実証されており、プロの歌手とプロのオーケストラによって実演される自分の作品を聴く機会を作曲家たちに与えている。また同社は時折、スティーブンソンドハイムとギルバートサリバンの作品を含むミュージカルやオペレッタも制作している。ナイコはニューヨークシティセンターオペラとして設立され、もともとはマンハッタンの西55丁目にある。 ニューヨークシティセンターを本拠地にしていた。ラース・ロー・ハラースがこの劇団最初の監督であり、1943年から1951年までその職務を果たした。大衆が視聴できるオペラにするという会社の目標を考えるとチケットは安価であるべきで、作品は肉体的にも声的にも役割に適した歌手を起用してもっともらしく上演されるべきだ。 とハラス氏は確信していたこのため、同社最初のシーズンのチケット価格はわずか2ドル75セントという値段となり、会社はその最初のシーズンを予算3万463ドルで運営していた。そのような価格だと、会社はメトロポリタンオペラで楽しめたスター広告を賄うことができなかった。しかしながらハラースは、この会社を若い歌手、特にアメリカ人、 オペラ歌手にとって重要な舞台にすることにより、この事実を美徳に変えてみせた。1944年2月、この会社最初のシーズンに開催したものに、ジャコモプッチーニのトスカ、フリードリッヒ・フォンフロ等のマルタ、ジョルジュ・ビゼのカルメンの制作が含まれていた。ドゥソリナ・ジャンニーにジェニー・トゥーレル、マーサ・リプトンを含む数人の著名な歌手が、 この最初のシーズンで公演しており、彼らは、ナイコデビュー後すぐにメトロポリタンオペラに引き抜かれた。ハラースがナイコで起用した他の著名な歌手には、フランシス・バイブル、アデレード・ビショップ、デブリア・ブラウン、マック・ハレル、トーマス・ヘイワード、ドロシー・カーステン、ブレンダ・ルイス、エバリ・コバ、レオン・リシュナー、レジーナ・レズニック、ノーマン・スコット、ラモン・ビナイ、フランシス・イーン・ドラがいる。 1945年に会社はアフリカ系アメリカ人の演者を有する最初の主要な歌劇団になった。これはルッチェーロ・レオン・カバルの作品、同化師』においてトット・ダンカンがトニオとして出演したものである。ローレンス・ウィンターズとロバート・マクファーリンは同時期に劇団と歌うための著名な別のアフリカ系アメリカ人オペラ先駆者だった。 1946年に、蝶々夫人でヒロインを務めたソプラノのカミラ・ウィリアムズが、この会社と共に歌った、最初のアフリカ系アメリカ人女性となった。内子のあるべき姿に関する自身の強い信念があって、ハラースは、会社の取締役会と激しく対立する関係になった。その一つに、彼はオペラをアメリカの観客がより視聴しやすくするため、 外国語作品を英語で上演する考えを指示した。彼は毎シーズン最低一つの制作を英語で提供することを主張した。ハラースと役員会の間で最も緊張が生じた問題はアメリカの作曲家による新しい作品と聞くことが稀なオペラをトーオペラハウスで上演するというハラースの約束時だった。1946年10月10日。 同社によって公開された最初のニューヨーク主発公演はリハルト・シュトラウスのナクソス島のアリアドネでエラ・フレッシュが主役バージニア・マクワッターズが踊り子セルビネッタ・ジェームズ・ピーズが音楽教師の配役だった当時の報道ではその制作は記録破りと書かれておりそれによってこの会社が地図上に掲載されたナイコはついでアリアドネを モントリオールのヒズ・マジェスティーズ劇場へ出張し、同王オペラのカナダ初公演を行った。本拠地で最初となる世界初公演は1949年、ウィリアム・グラント・スティルの災いの島であった。それは特にアフリカ系アメリカ人によって作曲された主要なオペラハウスで制作された最初のグランドオペラとされている。1949年秋、 不調に終わった1921年のシカゴ初公演以来アメリカでは見られなかったセルゲイ・プロコフィエフの喜劇オペラ三つのオレンジへの恋をナイコが復活させた。ウラジミール・ロジングが監督したこの新作は大当たりして追加で2シーズンにわたって公行が行われた。また同年、ハラースは1950年にナイコによって上演されるデビッド・タム・キンの ディブックの世界初公演を予定していた。しかしながら、ナイコ役員会はこの決定に反対し、最終的にこの制作は経済的理由で延期された。それでもハラースは1951から52年のシーズンに含めるべく作業を再スケジュールした。ハラースの大胆なレパートリー選択に不安を感じ、1951年にナイコ役員会は、 自分たちの承認を受けるためハラースに自身のレパートリー計画を提出するよう主張した。結果として彼はジャンモレルを含む彼の指揮スタッフのメンバー数名及び彼の最終的な後継者ヨーゼフ・ローゼンシュトックとユリウスルーデルの二人と共に脱退した。大半の制作スタッフの脱退に直面して役員会は仕方なく引き下がり、1951年10月4日に ニューヨークでディブックの世界初公演がナイコで行われた。しかしハラースと役員会の間の緊張は高いまま残り、ハラースが労働組合紛争に巻き込まれた1951年末に役員たちは彼を解雇した。ハラースが解雇された後、ナイコ役員会は会社の指揮者としてすでに働いていたヨーゼフ・ローゼンシュトックを新たな監督に指名した。 彼はその職務を4シーズン務め、その間に彼は珍しいレパートリーでの革新的プログラムを予定する、ハラースの手法に標準的な作品を織り混ぜ続けた。特に彼は世界初公演でアーロン・コープランドの入札地、ニューヨーク発公演でウィリアム・ウォルトンのトロイ・ラスト・クレシダ、米国初公演でゴットフリート・フォガイネムのシンパント・バルト・オク・ベーラの 青髭公の城を上演した。ローゼンシュトックはまた、劇団のレパートリーにミュージカルを組み入れた最初のない子の監督で、1954年に、ジェローム・カーンとスカー・ハマースタイン2世の消防頭制作。これに、ブロードウェイのベテランミュージカルとソプラノのオペラ歌手、ヘレナ・ブリスが出演した。この決定は、報道陣に笑い者にされたが、上演されたそのミュージカルが、 本拠地を満員にしたことで、ローゼンストックは正当性を実感した。一方で、ガエタノのドニゼッティの劇場公演で当時滅多に、聴けないオペラ、ドンパスクアーレが劇場の席の35%しか売れなかった。1956年1月、内閣役員会は、ローゼンストックの辞任を承認した。予約や商談など、音楽以外の仕事に直面させられることが、 多すぎたのでやめたと彼は述べた。役員会は、メトロポリタンオペラやクリーブランド還元楽団や、ロチェスターフィルハーモニー還元楽団の指揮者を、務めていたエイリヒ・ラインスドルフを、代役として任命した。ラインスドルフは1シーズンだけこの会社に在籍した。1956年シーズンでの現代的で、珍しい作品の彼の野心的なプログラムがないこの、 財政問題を和らげることに失敗した後に彼は解雇され、報道陣からの厳しい批判を浴びることとなった。報道陣は、ジャック・オフ,フェンバックの新作、地獄のオルフェとカール・オルフの、ガツのアメリカ初公演を特に気にかけなかった。主役に、フィリス・カーティンを、ブリッジ牧師として、ノーマントレーグルを配したカーライル・フロイドのプロとしての、最初の作品、スザンナで、 ラインスドルフは一つ大きな勝利をつかんだ。この制作は観客と評論家の両方にとって決定的な成功であり、そしてこのオペラはアメリカの古典となっている。ステージから見たニューヨーク州立劇場の観客席、ホール・ラインスドルフが解雇された後、内閣役員会は1957年の春、シーズンを取りやめ、最終的に同社の新しい最高責任者として、 ユリウス・ルーデルを任命した。ルーデルは大学を卒業した直後の1944年に内子に雇われ、そこで13年間式スタッフとして働いていた。ルーデル主導のもと、この会社は標準的な作品と冒険的な作品の両方を上演したことで高い評価を引き出し、新たな芸術的高みに到達した。同社は、 その最先端の舞台演出で知られるようになり、それはこれまでオペラに関わったことのなかった著名な監督を劇場へ引き抜くというルーデルの意欲によるところが大きかった。1960年代半ばまでに、同社は米国で有数のオペラ歌劇団の一つと一般的にみなされていた。シティオペラでの人気中、ルーデルはアメリカのオペラに強いこだわりを示し、12の お試し公演と19の世界初公演をもたらした。彼はまた、1966年2月22日に、リンカーンセンターのニューヨーク州立劇場でないこの、新本拠地のコケラ落としのため、テナー歌手のプラシド・ドミンゴを配したアルベルト・ヒナステラのドン・ロドリーゴを含む、多数の米国初公演を行った。その同じシーズンに、同社はフランシス・プーランクの カルメル会修道所の対話のニューヨーク発講演を行った。前任者と同じく、ルーデルは若いアメリカ人の才能に注視しており、アメリカ人歌手を数世代にわたって育成する手助けをすることに責任感を持っていた。彼がキャリア育成した歌手の中には、バスバリトンのサミュエル・レーミーとリリコ・スピンとソプラノのキャロル・バネスがいた。 彼の最も適切な決断の一つは、ビバリー・シルズとの芸術的パートナーシップを形成したことで、1956年から1979年のステージ引退まで彼女をナイコの主要ソプラノにした、ただし劇団との最初の公演のため1955年に、ヨーゼフ・ローゼンシュトックが彼女を雇ったことは、記しておくべきだろう。ナイコと共に、シルズが、 最初の大成功を収めたのは同社が上演した最初のヘンデルのオペラで1966年のジュリオ・チェーザルにおけるクレオパトラの配役であった当時はヘンデルのオペラが制作されることは稀でその制作は国際的報道機関から多くの注目を集めたシルズはすぐに世界中のあらゆる主要なオペラハウスで出演することになったシルズは 自身の国際的キャリアで忙しかったが、彼女は自らの引退までない子での正規出演者であり続けた。1970年、ルーデルの仕事でより芸術面でのスケジュールを空けるため、ジョン・サイモン・ホワイトがない子の経営監督に任命された。ホワイトは1980年までその職務にいた。1956年のビバリー・シルズ、カール・バン・ベックテン撮影。 1979年、シルズのステージ引退により、彼女は内子の最高責任者として、ルーデルの後を継いだ。シルズにとって、当初の計画はそのポストをルーデルと共有し、そしてゆっくりと彼を追いやるものだった。しかし、ルーデルは、バッファローフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督という地位につくために1979年に辞任することを決め、それで、 シルズが完全にそのポストについたのである。シルズが自分の役職に就いた当時、内子はやや低迷しており、300万ドルの借金を抱えていて、好意的レビューのより少ない数シーズンが到来していた。ビジネス面で、シルズは資金調達に対して驚くべき才能を見せ、会社にとって天の恵みであることを証明した。 彼女が役職を退いた1989年初頭までに、彼女は会社の予算を900万ドルから2600万ドルに増やし、300万ドルの乗用金という黒字を会社に残した。彼女はこれを達成した一方で、新規及び若年層の観客を引きつけることを願って、チケット価格を20%引き下げている。 リビット・イーチ・航空劇場の UFO 道1989年にシルズが最高責任者を引退すると彼女の強い推奨に基づいて指揮者、クリストファー・キーインが公認となった。キーインは1970年以降ない子で指揮者を務め、1982年から1986年までない子の音楽監督を務めていた。キーインは人気中に 批評家と共に成功した革新的なオペラシーズンを一貫して提供した。彼の最後のシーズンには、眉積と白の金閣寺とヨストマイヤーのドレフィス事件の米国初公演が含まれていた。彼の死の1ヶ月前、ピーター・ g デイビスは、ニューヨークに、キーンは多くの勇気ある行動、個人的と同時に芸術的な功績のおかげで、 ニューヨークが残した数少ない昇進証明の文化的英雄の一人であると記した。キーインはエイズに起因するリンパ種のため48歳で死去するまでその地位についていた。彼の最後のシティオペラでの講演は1995年9月にパウル・ヒンデミットのガカマティスだった。1996年にキーインの公認となったのはグリマグラスオペラの最高責任者にして 美術監督のポール・ケロックだった。彼の主導の下、ナイコはアメリカの作曲家によるいくつかの世界初公演を含む62の新しい作品をそのレパートリーに加え、ボックス、ショーケーシング、アメリカン・コンポーザーズシリーズを開始した。ケロックはまた、ナイコヘンデル、グルック、ラモーなどのバロックの巨匠によるオペラの重要な制作者として確立することにも尽力し、 これら、長い間無視されてきた作品への新たな関心に火をつけた。特筆すべき功績は高く称賛された、カウンターテナーのベジャン・メフタとソプラノのエイミー・バートン主演による2007年におけるヘンデルのオルランドの制作である。ナイコの市民のオペラという伝統に沿って2005年にケロックは割引価格チケットでのナイコイベント、オペラ・フォー・オールを開催した。 ケロックは2007年に引退を発表した。ニューヨークタイムズのアンソニー・トマシーには、ケロックは誇れるだけの革新と実績の記録を持っていた。会社の使命を定めて実行するのに、効果的な舞台芸術機関のリーダーは、ほとんどいないとコメントした。9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の直後、ニューヨーク市長ルドルフ・ジュリアーニの要請で2001年9月15日に、 開幕するというケロックの決定を、トマシーには2001年における最も有意義な音楽の日と呼んだ。その後、2001年のない子開幕日と2009年10月シーズンが21世紀の最初の10年間におけるニューヨークの音楽シーンを象徴するものとして使われた。ボックス、コンテンポラリーオペララボでも知られるは現代アメリカの オペラの発展に捧げられた毎年のコンサートシリーズである。1999年にニューヨークシティオペラによって設立されたこの祭典はプロの歌手と音楽家とで上演される自分たちの作品の抜粋を聴く機会を作曲家や脚本家に提供した。各祭典にて制作途中にあるオペラの事前抜粋が最大12作品上演された。 リチャード・ダニエル・プールのマーガレット・ガーナーを含めボックスで提供されたオペラの多くはニューヨークシティ・オペラや他の様々なオペラ会社によって完全制作として上演された。2006年からボックス公演はニューヨーク大学のスカーボールセンター4パフォーミングアーツで行われた2009年に最高責任者兼美術監督として 初の公式シーズンを始める予定だったジェラール・モルティエが突然辞任した2008年11月、継続企業の前提に関する中期が付された。同社は、我々が気づいた今日の経済情勢は、我々の計画進行を再考させることになったと発表した。モルティエ派年間予算6000万ドルを約束されたと報道されていたが、経済情勢のためこれが3600万ドルに、 削減された。新たな最高責任者の採用を含む戦略転換について役員会に助言するためマイケルカイザーが任命された。ディビット・イチ・コーク劇場は2008から09シーズン中に大改修を行っていた。その工事期間中、同社はリンカーンセンターの本拠地でオペラを上演しなかった。代わりにニューヨークシティ・オペラは2009年1月に カーネギーホールでサミュエル・バーバーのアントニーとクレオパトラのコンサート版を上演し、市周辺の他のコンサートやプログラムと同様ニューヨークの公立学校でプレゼンテーション授業を続けた。2009年、同社はションバーグ黒人文化研究センターで3つのコンサートを行ったほか、ウィリアム・グラント・スティルの災いの島を60周年記念コンサートの制作とした。 2009年6月、ブルームバーグはこの会社が2008年6月までの1年間で赤字1100万ドルを背負ったと報道した。収益は23%減少の3290万ドル、支出が11%増加で4420万ドルとされた。2009年1月、同社はジョージ・スティールを総支配人兼美術監督に任命し、2009年2月1日に、 体制を発足すると発表した。ニューヨークタイムズ紙は当時多くの人が国内で2番目に重要なハウスだと考えていると報じた。2009年1月にスティールが会社の方針転換を試みるためオペラの舵取りを依頼された時、同社は一連の財政的経営的打撃を受けていた。数百万ドルという赤字の10年、2008から9年のダークシーズン。 巨額の累積赤字を完済するための会社基金の枯渇2008年の市場崩壊役員会による予算及びシーズン規模の大幅削減主導者のいない長期間の後に総支配人になる予定だったジェラール・モルティエの突然の辞任スティールの元2009から2010年のシーズン中にこの会社はアメリカのオペラからの抜粋で構成した アメリカン・ボイセズと呼ばれる夜開催のプログラムに戻った。このシーズンには、ヒューゴー・ワイズ・ガルのエステルの復活上演や、モーツァルトのドン・ジョバンニの新作も含まれていた。2010年3月に開催した春のシーズンには、マーク・ラモスが監督するエマニュエル・シャブリエのエトワールとアンドリュー・チョーンが監督するヘンデルのパルテノペが含まれていた。また同社は、 ションバーグ黒人文化研究センター及びオペラノワール、オブニューヨークとの共同作業で、オペラ・アット・ザ・シャンバーグ、エイトリビュートツー、ロバート・マクファーリン、X、ザ・ライフ・タイムズ・オブ・マルコム・ X を含め、アフリカ系アメリカ人の歴史における、オペラの役割に光を当て続けた。2010年4月、ナイコの、ボックス、現代オペララボは、ニューヨーク大学にて、 進行作曲家及び定評ある作曲家の新作を特集した。2010から11年シーズンには、クリストファー・オルデンが監督したレナード・バーンスタインの静かな場所の新作が含まれていた。他レオン・メジャーが監督したリヒャルト・シュトラウスのインテル・メッツォ、そしてジョン・ゾーンのラマシン・デール・エトラ、アルノルト・シェーンベルクの期待、そしてモートン・フェルドマンの でもなくという3つの単独一幕作品からなるモノドラマと題された新作もあった。ブロードウェイミュージカルのベテラン作曲家、ステファン・シュワルツによる最初のオペラ、雨の午後の恒例祭の米国初公演も上演された。さらに、同社は以下のようないくつかのコンサート公演を行った。クリスティン・ブルーワートのゆうべ、ラッキー・ 2B e イメ、レナード・バーンスタインの音楽。 ジョンゾーン仲間と共に、モーリス・センダック台本によるオリバー・ナッセンの怪獣たちのいるところの家族オペラ・コンサート、そしてディファイング・グラビティ、ステファン・シュワルツの音楽、クリスティン・チェノーエスト・ラウル・エスパルザと共に。2011年5月、同社はリンカーンセンターを離れて経費を節約し、今後のシーズンを市内の様々な会場で行うと発表した。ビジネス面で、 このオペラ劇団は、スティールの任期の下で、途方もない変化を遂げ、彼の任期中は、予算のバランスが取れて、会社の寿命を伸ばした。これらの変化は、ここ10年以上における初めての均衡予算となり、2011から12年の完売シーズンにつながるものとなった。会社を救うために、スティールが苦心して採用した一部の措置は、論争を引き起こした。 こじれたものの最終的に成立したオーケストラと歌手を代表する労働組合との契約交渉や、オペラ劇団が、リンカーンセンターから離脱したこと等だが、それは、財政的な必要性からのものであった。会社は10年以上にわたって、リンカーンセンターを去る案を公に討議していたが、さもなくば、オペラ劇団を閉鎖せざるを得ないという、経済的現実による同社の最終的な出発には、 称賛と会議的意見との賛否両論が起こった。芸術的な成功、資金調達の記録、そして会社のビジネスモデルへの劇的な変化にもかかわらず、最終的にこのオペラ劇団は経営破綻へと転落した。2013年10月1日、ニューヨークシティオペラは2013から14シーズンを継続するための十分な資金調達ができなかったとして、 ニューヨーク南部地区の米国破産裁判所に連邦破産法11章を申請した。同社最後の制作はマーク・アンソニータネジのあんなにこれの米国初公演となった。ニューヨーク・タイムズ記事において音楽評論家のアンソニー・トマシーには同社の2013年経営破綻の理由の一つを次のように指摘した。要は芸術的な優秀さが十分ではなかったのである。 どのような機関でも、大小や新旧を問わず、明確な芸術的ビジョン、観客や地域社会とつながる目的を持っていなければ、ならない。しかし、その舞台芸術は利益を生み出す努力では、決してなかった。駆け出しの弦楽四重奏楽団から、高尚なメトロポリタンオペラまで、あらゆる機関が、効果的なビジネスモデルを有することが、今まで以上に、重要なのである。 2015年にナイコルネッサンス・リミテッドと名付けられた非営利団体がニューヨークシティオペラ再建のための11小計画を提出し既存する会社の再建が2016年に実施された。チケットを購入して返金を受けなかった人には追加の特典が与えられた。2016年1月に同団体は定番のオペラとニッチな作品との混合で ニューヨークシティオペラを再始動させる計画を発表した。蘇ったナイコのために提供された新たな本拠地はジャズアットリンカーンセンターにある現代的な1100席のローズシアターである。シティオペラ役員会と再建者委員会の両方が全会一致でナイコルネッサンスの提案が好ましいとした。同団体はヘッジファンドマネージャーにして以前シティオペラ役員を 勤めたアマチュアの音楽家、ロイ・ニエダー・ホファーによる財政の後ろ盾があり、彼はその取り組みに100万ドル以上の自身のお金を保証し、そして少なくとも250万ドルを集めた。2016年1月、破産裁判所は、ナイコル・ネッサンスの再建計画を承認し、公演を再始動することを許可した。破産裁判官のショーン・レーンは、人々に愛された、 かつ重要な文化施設の計画を承認できて自分は喜んでいると語り、オペラを大いに気にかけている人々の参加が私が非常に素晴らしいと考える結果を今日ここに導いたのですと述べた。再建計画の下このオペラ劇団は年次シーズンを設定し、そしてその最高責任者はマイケル・カパッソと予定された。シティオペラ・オーケストラ委員会の女性議長、 ゲール・クルバンは、私たちは興奮しています。そしてニューヨークシティ・オペラとの長い未来を楽しみにしていますと語った。2016年1月、ナイコルネッサンスは、1900年ローマにおけるオペラ初演から、アドルフ・ホーエンシュタインの舞台及び衣装デザインを用いたプッチーニのトスカオ1100席のローズシアターで上演した。 テナーのジェームス・バレンティとソプラノのラトニア・ムーアを含む2つの別々のキャストがあり、最も安いバルコニー席は25ドルだった。トスカは1944年にナイコによって演じられた最初のオペラである。ナイコは2015から16年のシーズンに同社にとって全て新作となる3つの現代作品を上演すると発表した。2016年3月16日、 ジャズアット、リンカーンセンターのアペルルームでの新たなコンサートシリーズがデビッド・ハーツバーグの日曜日の朝の初演と共に開催された。ソプラノと小さなアンサンブルのための作品、それはソプラノのサラ・シャファーとメゾ・ソプラノとカースティン・チャベスを特集したものだった。これに続いたのが作曲家スチュワート・ウォレスで台本マイケル・コリーの ホッパーの妻の東海岸発公演である。それは2016年4月28日から5月1日まで、ハーレームステージでアンドレアス・ミティセックにより監督されたもので、彼のニューヨークシティ監督デビューだった。3つ目に、ナイコは2016年6月22から26日にかけて、ダニエル・カタンのフローレア・ ENL エエ・アマゾナスをジャズアット、 リンカーンセンターのローズシアターで上演した。ガブリエル・ガルシア・マルケスの小説に基づき、プラ・イエヌ・エスパニオールと名付けられた新しいスペイン語、オペラシリーズの一部だった。公演のレビューで、ニューヨーク・オブザーバーのジェームス・ジョーダンはこう書いている。再構成されたニューヨーク・シティ・オペラは、プレゼンテーションのすべての面にわたって、ハイレベルの品質で、誇りに満ち溢れんばかりとなり。 20年以上にわたって私がない子で聴いた強力なボーカリスト出演者の中でも突出してふさわしかったのはフローレアとしてのエリザベス・カバイエロでした。この制作はその演劇の一番上に劇団がいることを明確にしてくれる。ウォール・ストリート・ジャーナル氏はカバイエロは発見だと見解を述べた。ニューヨーククラシカルレビューはいくつかの演出的欠陥を指摘する一方で今後これが 同社の活動の標準になるのであれば、将来は確かにとても明るいだろうと書いた。2016年9月8日、2016から17年シーズンの、ナイコ開幕の夜は両方とも1892年5月に、初演されたオペラ、アレコと、道化師の二本立てだった。これらは、レフプグリエーセにより監督されたもので、ジェームス・ミーナがナイコのオーケストラを指揮して、本拠地。 ローズシアターのローズホールで上演された。バスのステファン・スカファロー・スキーはアレコの配役でナイコデビューを果たし、同化師はカニオとしてナイコデビューを果たしたテナーのフランチェスコ・アニーレを特色とするものだった。ニューヨーク・タイムズ誌のアントニー・トマシーにはニューヨーク・シティ・オペラのオーケストラによる演奏は時折ぎこちなかったが、生き生きとしたパフォーマンスを提供し、 劇団のコーラスからは、活気のある歌を提供していた。熱狂的な聴衆がこのオープニングイベントに現れ、それが再始動した、シティオペラのシーズンを明らかに、いいや定義さえできようと書いた。ニューヨーククラシカルレビューは、この旅の、道化師は、デイビッド・マクビカーによる、最近のメトロポリタン作品よりもだいぶ感動的な、ものだった。数年後、 この音楽的かつ感情的に満足のいく日本立ては、この名高い劇団がついに自らの足で再起したで、あろうことの、これまでで最も素晴らしい証拠である。と書いている。ハフィントン・ポストは、ナイコはオペラ界における勢力としての地位を再確立するための正しい道を歩んでいるとの見解を述べた。ニューヨークシティ・オペラは2018から19年シーズンも2作品の、 世界初公演を行うなど、オペラ劇団として活動を行っている。ありがとうございます。